道路の真ん中をかっぽする鹿。HTV に視聴者から寄せられた映像です。鹿の後ろからは警察官が徒歩で追いかけています。鹿は乗用車が前から現れ、歩くスピードを落としたように見えます。さらに、後ろからパトカーが追跡している様子も映っていました。警察によりますと、19日午後8時半ごろ、 札幌市中央区宮の森付近で鹿を目撃したという通報が複数寄せられました鹿は暴れることなくしばらく走ったところで大倉山方面に向かいその後姿を消したということです警察は見かけても近寄らないよう注意を呼びかけています